お元気ですか市民の皆さん、キリンの田村博です。10月後半号のお元気の収録終わりました。はい、まあ、今回のお話はですね、行楽の秋ということで万博エリアの新スポットをご紹介しました。すごい、あんな大きなアトラクションできてるんですね。そうなんです、びっくりしました。はい、もうそしてインドアもアウトドアも楽しめると。そうでしたね、レディーの方はインドアがね楽しめるということで、なかなかどっちも行きたいなと思う施設でしたね。はい、そしてその他にもスイタエールメシに掲載店舗を紹介しています。ぜひご覧ください。この番組は毎日 J コムチャンネルで放送しています。またスイタ市ホームページからもご覧いただけます。スイタ市お元気で検索してくださいね。